ソロギター講座その4やっていきたいなと思います。では前回までにやった部分は、までをやりましたね。今回はその続きの、歌詞で言うと雪の中の木の中をの部分からやっていきたいなと思います。はい。でその木の中をの部分なんですけれども、コードで言うと D マイナーのコードです。はい、 D マイナーのコードはこういう押さえ方ですね。人差し指は1弦の1フレット、中指は3弦の2フレット、薬指は、2弦の3フレットを押さえるっていう、このD マイナーのコードなんですけれども、この木の中を弾くときにこのコードを全部、この3本の指全部使ってパッと押さえてもらっても OK なんですけれども、今回は、ちょっと新たな技術として、その弦を弾くときにその指を押さえるっていうのをやってみましょう。はい、指を全部パッと押さえるんじゃなくて1本ずつ押さえていくっていう感じですね。はい、でちなみにストロークをこうジャンジャカってするときは全部コードを一度にねパッと全部押さえなきゃいけないですけれども、指弾きで一つずつ弦をポロンポロンって弾いていくときには、今からやる指をバラバラに押さえていくっていうのが、できるととっても幅が広がりますので、ぜひ今から練習してみてください。はい、ではちょっと時間を遡りまして、時間を、はい、弾く場所を遡りまして、この木の中をの、ちょっと前の F コードの部分ですね。でこの部分で F コードの部分でこうやって弾いてますよね。はい、この部分が弾き終わると左手こういう形になってると思います。はい、でこの形の中の中指今3弦の、2フレット押さえてますね。この中指以外外しましょう。はい、人差し指と薬指は外します。そうして右手の親指で4弦、右手の人差し指で3弦を同時に鳴らすと雪の中をの木の部分になります。はい、ちなみにこの中指だけ今押さえてる状態ですけれども、これって Dマイナーのコードの中のこの中指の位置ですよね。はい、ちなみにドレミで言うとラの音です。はい、という感じで中指だけ押さえた状態で木の部分を弾いたら、次は、今中指だけ押さえてる状態ですけれども、ここに人差し指も仲間入りしてください。はい、人差し指で1弦の1フレットを押さえましょう。その状態で右手の薬指で1弦を弾くと雪の中をののの部分になります。きのっていう感じですね。はい、これも D マイナーを押さえる中のこの人差し指の部分ですね。はい、ではこの次なんですけれども、とここで一旦この今人差し指と中指押さえてますけど、どちらも外しちゃいましょう。はい、で何にも押さえてない状態にした上で右手の親指で5弦、そして薬指で1弦を同時に弾きましょう。これが雪の中のなの部分になります。きのなっていう感じですね。はい、ではその次は左手の薬指で2弦の3フレットを押さえましょう。そして右手の中指で2弦を弾きます。これが雪のゆうゆうえというこれが雪の中をのかになります。木の中っていう感じですね。ちなみにこの左手の薬指は D マイナーのコードを押さえるこの、この位置ですね。はい、そして最後にまた何にも押さえない状態にします。そして右手の中指で2弦を弾きましょう。するとこれが雪の中のおの部分になります。続けてやると木の中をっていう感じですね。
そんな感じで最初に一気に全部 D マイナーを3本の指全部押さえるんじゃなくって、その弦を弾くときに押さえるっていうのを、ここでやってみていただけたらなと思います。はい、そんな感じで雪のな、木の中の部分が弾けたらその次ですね。次は G コードです。はい、でここでもその弦を弾く指だけ押さえるっていうのをやってみましょう。はい、 G コードってこういう押さえ方ですよね。はい、この中の薬指だけ押さえていただきたいなと思います。はい、この状態にして右手の親指で6弦を弾きましょう。はい、その次は中指で3弦、薬指で2弦を同時に鳴らしましょう。そしてその次、人差し指で4弦を鳴らしましょう。はい、その次、親指で6弦を弾きましょう。その次、中指で3弦、薬指で2弦を鳴らしましょう。はい、ここまでをやって、G コードの部分だけやるとっていう感じですね。はい、で、ここまで弾いたら左手、小指で1弦の3フレットを押さえましょう。で、右手の薬指で1弦を鳴らします。これがと軽く早くのカの部分になります。なのでここメロディーですので、これの前のブンチャンチャブンチャンより大きく弾いてください。ここをねっていう感じで弾いていただきたいなと思います。はい、でこの後なんですがスライドをやってみましょう。今左手こういう形になっていると思います。はい、小指と薬指が弦を押さえている形になっていると思うんですが、薬指は外しましょう。はい、小指だけを押さえてる状態にして、はい、で今からこの小指をここまで移動します。はい、1弦の3フレットから5フレットですね。で、キューイーンっていう感じでスライドをしていただきたいなと思います。はい、でこのトゥイーンのトゥインのトゥの時だけ右手で弾いていただきたいなと思います。はい、今から弾く場所、本当は2本の弦弾くんですが、まずは1本の弦だけ弾いてみましょう。右手の薬指で1弦をトゥインのトゥの時だけ弾きます。はい、トゥートゥの時は弾いて、インの時は何にも右手は弾きません。はい、この小指を弦を押さえたまま離さずに3フレットから5フレットに移動する、その動きだけで音を出していただきたいなと思います。はい、でコツはこの押さえてる小指以外の指に、注目していただきたいなと思います。はい、こうスライドするときに、こう他の指がこうバーって弦から離れたりしないで、こう自然にこうやって、弦の近くで待機しているこの他の指が曲がった状態のまま移動していただきたいなと思います。初心者さんでやりがちなのが、この押さえてる指だけこうギュギュギュって押さえて、他の指がこうピーンって、こんな人はなかなかいないと思うんですけれども、他の指が離れてしまいながらこうトワートワーって、やってしまいがちなので、他の指は弦からあまり離さないようにしながらスライドをしていただきたいなと思います。これができるようになったら、トゥインのトゥで今右手の薬指で1弦を弾いてましたけれども、親指で3弦も同時に弾いていただきたいなと思います。はい、こんな感じでトゥインのトゥの時に親指で3弦、薬指で1弦を同時にトゥインって、トゥの時に弾いていただきたいなと思います。これが軽く早くのカルの部分ですね。はい、では次は、軽くのクの部分を弾きたいなと思います。はい、クの部分は、左手の人差し指で1弦の3フレットを押さえましょう。はい、で小指は外しましょう。その状態で右手の薬指で1弦を弾きます。
はい、軽くっていう感じですね。はい、でここで音がプチプチって途切れてしまわないように、小指を離すのはギリギリのタイミングにしていただきたいなと思います。これがもしすごい早く小指離してしまうとみたいになってしまいますので、はい、音がプチプチ途切れないようにギリギリのタイミングで、はい、小指を外していただきたいなと思います。はい、では次は軽く早くのハの部分を弾くんですが、左手の人差し指で今1弦の3フレットを押さえてますよね。これをスススススと左手全体を左側にスススッと移動させて、人差し指で1弦の1フレット押さえましょう。その状態で右手の親指で4弦、薬指で1弦を同時に鳴らしましょう。軽くはーっていう感じですね。はい、次は軽く早くのやの部分なんですが、まずは人差し指で1弦の1フレットを押さえてるのを外します。はい、そして小指で2弦の3フレットを押さえましょう。その状態で右手の中指で2弦を弾いてもらえば、軽く早くのやの部分が弾けます。でここもなんですが、このやの部分を弾くギリギリにこの人差し指を外すようにしましょう。これも外すのが早すぎるとみたいにパッパッパッブチブチってなってしまいますので、ギリギリに外していただきたいなと思います。はい、そして軽く早くのくの時は、左手何にも押さえてない状態にしましょう。はい、小指を外していただいて、その状態で右手の薬指で1弦を弾きましょう。はい、では、軽く早くのところ続いてると、はい、ってな感じで弾いていただきたいなと思います。はい、ここまで弾けたら、この次の C コードの部分は、この講座の2回目でやった部分と、この、楽譜の2小節目と同じです。はい。で、ちなみに一番最後の音は、この次の歌詞の笑い声をの和になっているので、和の部分はちょっと大きめに弾きましょう。というわけで、ここまでができたら通していただきたいなと思います。ここまでです。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。じゃあバイバーイ。